to Grammy with Welcome Man and Josh。 はい、この番組はオーストラリア在住のギターボーカルジョッシュと日本で活動する音楽プロデューサー&グラミー賞研究家のウェルカムマンでお届けするポッドキャスト番組です。日本人初のグラミー賞主要4部門にノミネート、そして受賞するという根拠のない夢を持ったウェルカムマンが楽しく英語や文化を学びながら最新の音楽ニュースを解説していく番組となっております。はい、ということで今回もジョッシュ先生よろしくお願いします。 Hello、 よろしくお願いします。 Hello、 はい、ということでいつも世間話してるんですけど、あれですね、あのコロナ大変な時出ますね、オーストラリア今。そうですね、まあ、シドニーの方がやばいですね、うん、ねえねえねえ、日本はだいぶ落ち着いてきました。あ、そうですか、ワクチンが、うん、そうですか、そう、普及してきて感染者数も減ってきて、でもこっちもなんかワクチンがあのだんだんね、うん、あの増えてきて、ワクチン打ってる、僕ものもう1回目、あの、あ、行った、来、うん、再来週が2回目、うん、そう、僕あの2回目打ったけど、やっぱり体調崩したね。あー、そうですか、やっぱり2回目の方が、2回目大変、2回目大変か、じゃあ、うん、なんか心を準備して、うん、ちょっとでも仕事休んでた方がいいかもよ。うん、OK、わかりました、うん、ありがとうございます。、はい、ありがとうございます。はい、注意します。あ、そうですね、はい、うん、こっちが、うん、あ、でも日本方が落ち着いてきてね、よかったですね。そうですね、イベントがまた復活していけばいいですけどね。そうそうそう、最近なんかなんかいろんなあのフェスティバル、音楽フェスとかができて、でもすぐあのもうキャンセルっていうか、もうか、もう全然もう何もできない。もう音楽だったら全然もう最初からのコロナっていうね、うん、あのでも最初から今までも全然なんか音楽のインダストリー全然何もサポートがもう、そうやね、全くないし、日本の方はなんかどうでしたか、もう政府からなんかサポートはありましたか、うん、助成金という形でいわゆるそのファイナンスのサポートはあるけども、うんうん、でもこの落ち込み、ダウン、うん、このダウンに対してはやっぱり全然追いつかない。そうですね、うん、だからもう厳しい状況ですが、ここは乗り越えないといけないですよね。そうですね、多分どこに行っても日本でもオーストラリアでもそんな感じだと思うんですけど、うん、まあ、これからですね、はい、ポジティブにやっていきましょう。ポジティブ、ポジティブ、もう ね、はい、はい、ということで今回のトピックスはあの前回の、あれですね、メンバーシップの、最後ちょっとだけやれてなかったのを一応見てみて、なんかジョッシュの、はい、ジョッシュの方でピックアップしておいた方がいいことがあれば、それだけパラッとやりつつ、はいはいはい、そしてなんとなんとレコーディングアカデミーからメール来たので、そうですね、はい、そうですね、それをちょっと今日は今日はそれをちょっとね解読していきながら、メールの返信をまたちょっと考えて、一緒にジョッシュと考えていきたいなと思ってます。はい、では、まあ、OK、はい、まずは前半これですね、うん、前半ね、この記事ですね、はい、はい、この記事はね、あのメンバーも去年、うん、っていうか今年なんかメンバーになった人、なんかどういう人、どんな人、なんかいただきましたとか、はい、女性は男女のなんていうパーセンテージ、そう、これです、うん、これです、パーセンテージがね、グラフを見たら、うん、はい、もう 32% あの黒人とか、うん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 、そういうグラフですね、はい、そうですね、でビジネスマンっていうよりかは、ボーカリストとかいわゆるミュージシャンとか、はい、シンガーソングライターみたいな方が多かったんですよね。そうですね、でもやっぱりこのグラフを見たら、あのもうすごい平等な、うん、あのシステム作ってますよ、あの白人の男性だけではないんですよ、うん、ですっごいそれを発表したいですね、それをなんかもう強く言いたくて、うん、だってこのグラフを見たら、うん、もうトップから、ね、うん、見たら普通にはトップが一番なんか大きな部分でしょ、うん、
でもそうじゃなくて、なんか、なんかトップが、黒人、Black African American members。すごいね、それを強く言いますね。で次が Hispanic and Latino、13%、13%。でも次が、White or Caucasian、白人、ね、35%。がやっぱり白人はまだまだ一番大きいですね。その大きいですね。ね。でも順番も3番目に書いてますもんね。そうですね。だからちょっとね。なるほどね。隠してるは知ってないんですけど。うん。うん、そう隠してないんですけど、でもやっぱりなんかね。そうなんか一番なんか強く言いたいのが。うん。わかりますね。はい、そうですね。はい。で記事ニュースの方に戻ると、まあ、それの総まとめになるんかな、今回の話は。うん、あ、ちょっと待ってでしょうね。よいしょ。まあ、ここかな。そう言ってもね、なんか白人がなんか 35% で、でも黒人が 32%。結構ね、うん、まあまあね、白人だけって感じではないんですね、普通に見ると。うん、そうですね。うん、いい感じ。あれ、どこ行った？ニュース。これじゃないね。ちょっと待ってね。うん、これでもないんですけど。これですね。あ、これですね。はい、そのグラフの、後ですね。ここだけ、ちょっとだけ。グラフの後。はい。はい、社長は、何を言ってますか？社長ですね、はい、あ、違う人ですけど、普通と違う人。これ、うん、なんか Ruby Marchant, the Chief Industry Officer at the Recording Academy。 いつもとちょっと違う人、うん、社長なんですけど、Ruby Marchant さん。 Membership is the Academy's change agent. Our members drive everything we do、うん、メンバーから何かが、このシステムにね、このアカデミーに何かが変わったら、そのメンバーがその変わりを、なんてそのなんかホストから社長はなんかこれを変わりましょうとかって言ってなくて、そういう感じじゃなくて、メンバーがこれを変わりましょう、これになんかやりましょうとか、その、なんていう、メンバーから、続きましょうみたいな感じで。あー、なるほど。と、メンバーが強い力あるって感じ。なるほど。だから、Our Members Drive っていうのは、まあ、いわゆる日本でいうとこう、運転にはなると思うんですけど、みんなでこう、動かしていこうみたいなことですか？そうですね。ドライブは多分、もう、よくあるパターンなんですけど、はい、この言葉も2つの意味はありますね、うんうん、ドライブはまあそのままなんか運転意味もあるんですけど、うんうん、ドライブがなんか、そのこれやりますやりましょうって気持ちが、うんうん、モチベーション、あー、なるほど、あれも言われるドライブね。じゃあ結構ポジティブキーワードなんやね。ポジティブ、すごくポジティブ。うん、Our members drive everything we do、うんうん。まあ確かにこれがね、もうその2つもあって、Our members drive everything we do、うん。そのモチベーション、その、なんていう、その火をつけ、なんか、うん、はい、うん、メンバーから、そのね、うん、続けること。うん、はい、続きますね。はい。I am inspired by the potential for each invited music creator and business professional to lend their creativity and passion to our organization. メンバーになった人が一緒に、ね、頑張れることを、これからも一緒に、まあ、よろしくお願いしますって感じね。すごく新しいメンバーがすごくポテンシャルが高くて、うん、そう、音楽の
クリエイティブな人もビジネスの人も一緒にやっぱりその情熱、うん、感じでクリエイティブな感じで一緒にやりましょうって感じで、それを、なるほどね、楽しみにしていますって、なるほどなるほど、ルビーマーチャンさんが言ってました、はい、なるほどなるほど。We are immensely proud of our accomplishments and the strides we've made towards equitable representation.、equitable representation すごく難しい言葉なんですけど、その平等、あのメンバーにその equitable, equal, equitable is その平等。そう、みんなが同じレベルで、うん、はい、representation、みんなね、そのメンバーが白人だけじゃない、うん、なるほど、ボスも白人だけじゃない、男性だけじゃない、もうこの今話してるね、この社長さん、ルビー・マーチャンさんが女性ですので、なるほどなるほど、女性でも白人じゃない人でも、はい、なるほどね、まあ、We are immensely proud of our accomplishments、and the strides we've made towards equitable representation、 この誰でもできる誰でも、うん、ウェルカムって感じが今年もそれを強く、うん、あの見えるから、うん、ふん、それをすごく、ハッピーなことですね。なるほどね。なるほど、なるほど。はい、okay. We look forward to welcoming our new invitees as they help us shape the future of the academy and the music industry.、うん、もうこれからよろしくお願いいたしますって感じね。うんふん、そうですね。うんふん。はい、This is an incredibly exciting time to join the Academy and play a part in accelerating change, progress, and evolution within the music industry,、says Kelly Purcell, the Vice President of Membership and Industry Relations at the Recording Academy. So, またすごい偉い人、違う偉い人がこれを言ってましたね。なるほど。今、メンバー、アカデミーのメンバーになる今がすごくエキサイティングな、うんうん、なるほど、そのエキサイティングタイム、今からもいろいろが変わるから、うん、平等なシステムにもなれるし、うん、これからこのインダストリーがもう変わるから、うん、今このアカデミーに入るとすごくもういいことですね。なるほど。これはその平等とか、さっき言ってた黒人の人が多く入ってきたっていう人種的なこともあったり、あとはそのコロナで変わるみたいなことも全部込みのこと言ってるのかな。そうですね、そうですね、もういろんなその平等的な、あの人種のね、うん、平等的な話もあるし、やっぱりコロナもあるから、これからやっぱりその、 あの音楽のインダストリーの形が変わるはずなので、うん、なるほどね、今メンバーになるともうその最初からそのあの変わること、どうやって変わるかってメンバーが決めるから、もう今そうメンバーあのやっぱりすごく力持っていることですね。なるほど、はい、Our membership body is the driving force behind our actions. またその driving force って言ってますね。うん、and we value the contributions of our members that help ensure the Academy's practices authentically represent the current state of music. このアカデミーの偉い人がメンバーと一緒にあのチームで、うん、ふん、一緒にやっぱりあのもうボスだけじゃなくて、ボスが決めることだけじゃなくて、やっぱりメンバーとよくそのコミュニケーションが多いから、そうメンバーが大事にしていることですね。なるほどなるほど。 We're excited to see what this new group brings to the table as we enter a new era at the Academy. 新しいメンバーはどんなスキル、どんなことを持ってくるのか、もうすごく楽しみにしております。うん、なるほど。
エラー、うん、時代。ああ、なるほど。そう。これ、あの、ニューエラーっていうファッションブランドあるじゃないですか、帽子とか。ああ、そう、ニューエラー、いや、新しい時代。なるほど。新しい時代で。So when we think about, like,時代だと考えたらいいと思います。なるほど、なるほど。エロ時代とか。Well, in English, we say the Edo period, but era is もうそんな感じで。あ、使っても大丈夫ってこと？同じように。うん、多分なんかもう、Edo era。うん。多分なんか Edo period。使うんですけど、うん、エラーも使っても、もう意味が伝わると思います、うん、なるほど、うん、違うとは言わないんですけど、でもやっぱり違う言葉を普通に使ってることですね、うん、もう自然にあの聞こえるためにね。なるほどね。もう全然なんかもう意味的にね、意味だけでもう全然合ってます。Recording Academy membership reflects the rich, diverse, and wide-ranging contributions of music creators and professionals. また、もういろんな人が入ってるからもうすごく平等ね、いろんなスキルもあの持ったり、そう、rich, diverse, and wide-ranging、まあ同じことも3回違うあの感じに違う形に言ってるんですけど、なるほどね。Rich, diverse, and wide ranging も。なるほどね。Could have said, そう、そう。なるほど、なるほど。いろんな。いろんなドライブをしていくわけですね。キーワードを変えていきながら。そう。なるほどね。The areas of focus include service, advocacy, and recognition of the art and craft of music with a community-driven approach and peer reviews on an annual cycle. So, また advocacy が出てきたんですね。Service and recognition of the art and craft of music. もうそれも前言ってたんですね。Craft という。ですね、また出てきたあのちょっと、うんうん、そのどうやって作るのかそのスキル、うんうん、その作業的な、ね、For music、community driven approach その community またその drive driven という言葉はまた使ってますね、うんうん、これがもう運転って言ったらコミュニティがみんながやってますね、なるほど、もうコントロールそのコミュニティがコントロールもありますね。なるほどね。Approach and peer reviews on an annual cycle. Peer reviews、ちょっとこれ初めて。ちょっとインタビューっていうか assessment、peer is like coworker。ああ。とか友達っていうか知り合いっていうか、like、ああコロワが分かった同僚や同僚ですね。ああなるほど、仕事仲間とかでもいいってこと。そうそういう感じですし、ピアそしてレビューが、うん、あこれがいいかどうかみたいな感じをして、で例えばまあ、アニュアルサイクル、年に1回、うんうん、で年に1回、例えば僕と稲田さんが話をして、うん、稲田さんがじゃあ今年ジョシュはこれが良かったんですけど、これからこれもうちょっと、うんうん、もうちょっと頑張ってほしいですみたいな感じで、で僕もそんな感じに言って、もうコミュニティがね、ピアレビューも一緒にもう頑張れる、これから一緒にね、もっといいなるほどね、バージョンになれるためにね、あコミュニティをドライビングしていってアプローチしていこうということですね。そうですね。なるほどなるほど。言ってることは大体全部これ一緒ですね、今日のやつ。そうこのレコーディングアカデミーの記事はいつもそんな感じなんですけどはい、続きます、はい、というわけでね、そのピアレビュー、コミュニティフィードバックみたいな、うんうんうん、
In order to participate in the process for the upcoming Grammy Awards, new members have to accept their invitations by September 15, 2021. で、新しいメンバーがなんかもう、もう次のグラミー賞になんか、うん、あの投票あのしたいなら、うん、このメンバーそのインビテーションかなってあのそのインビテーション、うん、あの受け入れることはもう、うん、今月そのSeptember 15、うん、今月の15日ね、ほうほうほう、うん、そして10月22日から11月、うん、5日まで5日ノーベンバーの5日ね、ノーベンバー5が、うん、あれもう投票できるあの期間、あーなるほどね、はい、The first voting ballot opens October 22, October 22nd, and closes November 5th. The 2022 Grammy Awards show, officially known as the 64th Grammy Awards, are set to take place January 31st, 2022, at the Staples Center in Los Angeles. じゃあ次のね、グラミー賞がもう来年の1月31日。で、あの、ロサンゼルスのスタイプスセンターというスタジアム。結構有名ですね。あ、そうやね。スタジアム、そうなんや。スタイプセンター。スタイプセンター。いつもなんか NBA、バスケがよく。ああ、そうなんやね。だからホールじゃなくて、スタジアムでやるんや。そうそうそう、Staples Center はあれですね、もういろんな、イベントはあると思うんですけど、あのライブとかもあると思うんですけど、やっぱり Staples Center はあれじゃないですか、あの、ロサンゼルス・レイカーズバスケの、あー、レイカーズ、レイカーズ、多分あれ Staples じゃないですか、あ、そういうことか、だからそのいわゆる日本でいう商業施設、複合したいろんなあのあれがあるんですね、ショッピングできたり、うん、あ、そうですね、そうですね、そうそうそう、ステープセンター、多分レイカーズのなんかホームグラウンドだと思うんですけど、分からんけど、うん、まあでもそれぐらいこのビッグショッピングモールというかビッグそうそうそうスタジアムみたいなことですね、そうそうそう、モールがあるわね、そうそうそう、オッケー、まああれが来年ですね、うんうん、そうですね、まあつまり新しいメンバーが入るんですよ、うん、よろしくお願いしますが社長が言いました、うんうん、そういうことですね、嬉しいことです、これからよろしくお願いいたします、うん、そういうことですね、あとは人種の平等と、これからチェンジしていくというで、メンバーが非常に重要だ、ポテンシャルが、あ、みんなで出してドライビングしていきましょうってことですね、そうですね、あ、なるほどなるほど、まあこんな長いけど言いたいことはそういうこと、まあすごいシンプルなことですね、いつもそんな感じなんですけどねどんな記事でもレコーディングから見たくて普通のね新聞の記事も、うん、あの読んだら、そうやね、たまにはねこんな感じで、あの、もう言ってることがもうすごい簡単なんですけど確かに、まあでも英語の勉強としてはあの聞いたことのない、確かにワードがいっぱいいっぱい出てくるから英語の勉強にはなりますね、今日の一番ね、もうその言葉がドライブね、ドライビング、ドライブね、よく出てきたので、そうですね、はい、すごいポジティブな、あんまり日本ではそういうドライブっていう言い方はやっぱり運転のイメージが強いから、うん、日本人はあまり使わないですね、そうですね、もちろんなんかもうドライブって言ったらね、もう運転の意味もあるんですけど、うん、英語には普通にね、うん、でもそのドライブね、もうなんか、to drive something forward、もう、うん、運転のイメージで、もうこの音楽のインドストリーを運転するみたいな感じ、うん、ああそういうことね、そう。なるほどね、そのモチベーションというか、その、うん、これからここからこの変わりがあの出てくるから、うん、
なるほど、もう前に進んでいくっていうか、そんな感じにね。おー、なるほどね、はい、わかりました。でもいい例えでイメージがすごくできました。はい、はい、ということで、そんなレコーディングアカデミーからですね、メールが来ましたよ、ジョッシュさん。来ましたね、来ましたね、エララさん全然何の内容かわからないですけど、なんかポジティブなような気がしてるので、ここポジティブだと思います。あ、そうですか。ポジティブだと思います。前またなんかメール送ったんですか。前すごいなんか、そう、このあ、そうですね、このメール入れましたね。今日本に住んでますっていう。そう、そのメールは送りましたか。あ、送りました、送りました、多分送りました。はい、多分送ったと思う。で、それで返信がこれ返ってきたんだと思います。なるほどね、はい、うんうんうん、OK。今回もその最初のメッセージかな、最初のメールがすごいなんか普通に、なんていう、ちょっと、うん、はいはいはい、うん、これ読んでね、うん、でちょっとなんていう、もうちゃんと、うん、僕たちがなんか言ってることをちゃんと読んでくれたのかなってちょっと疑問もあったんですけど、今回は、うん、もうちゃんと稲田さんに返事してるみたいですね。わお、うん、Dear 大輔、うん、Your new member submission already has one recommendation from a music industry peer. Now you'll need a second. You cannot be considered for a Recording Academy invitation until you are secure both requisite community-based recommendations and complete your submission. 最初からね。Your new member submission already has one recommendation from a music industry peer.もう、メンバーになるのがもうなんかピア、その同僚っていうか、うんうん、一人の人がなんか、うん、おすすめが必要ですね、うん、この人がいいです。もう二人が必要ですね。それはもう前言ってた。もう一人はあるらしいんですけど、稲田さんは、え、I don't know、それ知らなかったんですか。一人って誰いや、言ってないですけど、うん、もう誰かがもう稲田さんをおすすめしましたよ。イエーイ誰かもう言ってないんですけど、Your new member submission already has one recommendation from a music industry peer. もう誰かはもう、はい、稲田さんがいい。そうか、これそういう意味が、ワンレコーディメンション、これもう一人が言ったってこと。もう一人はもうこれ言ってましたよ。二人は必要なんですけど、一人はもう言ってます。誰や誰や、 I don't know。 誰や、うん、知らなかったんですか。知らない、もちろん。なんでやろうね。もう全然、もう誰にもなんか連絡してないんですか。全然してない。へえ、誰やろ。でもあれじゃないか、前あと誰やろね。聞こうかな。誰やろ。え、なんか Who is that って聞こうかな。ね、もうこのレコメンデーションはあるんですけど、もう一人、もうなんかおすすめして、でも稲田さんに直接何も言ってないのがちょっとなんかミステリアス。ミステリアス。How mysterious. Your new member is like, now you'll need a second.、うん、もう一人はあるんですけど、もう二人が必要なので、うん、もう二人がないともう何もできないから、まずはその二人目 の、うん、あのおすすめしてくれる人が見つからないんです。見つからないといけないんですけど、なるほどね。もうまずまずその一人目は誰やろ。誰やはい、yes, but you cannot be considered for an invitation until you secure both recommendations. So, まずその二人が必要で、そしてその二人のおすすめしてくれる人がおすすめ、mm-hmm. してくれて、その後稲田さんもサブミッション、ちょっとなんか申し込み。で、それで Recording Academy Invitation You are considered for a Recording Academy Invitation。 あれから、はい、
レコーディングアカデミーへようこそというインビテーションが来るかどうかはまだわからないですけど、ちゃんと申し込んでも、ちゃんと申し込んでも、もう 100% 成功することも、もう、わけがないから、入れるかもしれないんですよ。なるほどね。そう。まあ、どうやって決めるかどうかわからないし、もう多分大丈夫、おそらく大丈夫と思うんですけど、それにしてもね、まだまだもう 100% 成功することでもないですね。Recording Academy members have the privilege to impact the future of music and its role in society. We hope you take advantage of this opportunity and complete the process. Recording Academy members はこういうこともできますよ。音楽のインパクト、そして社会の役割とか、こういう感じはね、レコーディングアカデミーがそういうことを影響できるから、申し込んでくださいねみたいな、こういう感じも稲田さんにも参加してほしいから、ぜひ申し込みを。なるほどね。はい。で、最後は、The current submission deadline for new candidates is March 1, 2022。はい、3月1日まで。ああ、なるほどね。そう、来年の3月1日まで。そう、あれが締め切り。OK、じゃあ、これは一文目に書いてるのは、一人、レコメンデーションしてくれた、もう一人。はい、見つけてレコメンデーションして、そこから僕が、はい、サブミッションもう一回エントリーするということですよね。そうです。で 100% じゃないけど、レコーディングアカデミーになれる、会員になれる可能性がある。はい。ああ、なるほど。はい。 You are considered for a recording academy invitation. To be considered is その申し込みを見て、この人がいいかどうか決めることですね。To consider、 ちょっと、どうかなみたいな、ちょっとちゃんと考えて。でももちろんもうそんなにね、もうレコーディングアカデミーというのは、まあ音楽のもうこの仕事の同僚とかペアがおすすめしてくれたら、稲田さんをちゃんと申し込んだら、もう 100% 成功するわけではないんですけど、おそらくできると思うんですよ。っていうか、もう僕はもう言ってるんですけど、稲田さんはメンバーになれないなら、もう誰でももう無理や。まあ日本でね、音楽のお仕事ずっとしてますもんね。ですよね。まあでもいい例だったらいいね。僕みたいな人がメンバーになれたらいいですよね。そのグローバルになっていって、平等ってこんだけ言ってるのにね。ね、本当に一番わからないのが、もう一人がおすすめしたらしいですね。I don't know。あれがちょっとわからないんですけど。Your new member submission already has one recommendation from music industry peer。あれはちょっと聞いたらいいと思います。そうですね、聞いてみます。あと、あれですよね、なんか僕の知ってる人が、レコメンデーションしなくても、レコーディングアカデミーのメンバーが例えば僕のサイトとかブラッシュミュージックのサイト見て、これはすごいインダストリーピアとしてグッと言ってくれたらいいってこと。そうですよね、そうですよね。でもその可能性も全然ありますね。そう、ミュージックインダストリーピアって知っている人は言ってないですね。でも誰がこんなレコメンデーションって、多分僕がちょっと思うんですけど、これはもう分からないんですけど、多分英語分かる人と思います。英語？日本語じゃなくて？英語が分かる人だと思います。日本人かどうか分からないですけど、なるほど。もうここまで
サブミッションその申し込みのプロセスが分かって、うん、レコーディングアカデミーが分かってちゃんとここまでを進めするとか、うんうんうん、もうにもう英語分からないともう無理でしょう。うんうんうん、そうやね。ねえ、あのこのレコーディングアカデミーの日本語のサイトがないし、ね、絶対もう英語がちゃんとあのちょっとだけじゃなくてもちゃんと分からないとこれは本当に難しいから、うん、絶対英語が分かる人、まあ僕はそう思うんですけど、うん、なるほどね。でそれがもう稲田さんの知り合いか、もう稲田さんが言う通りにあのブラッシュミュージックとか稲田さんがやっている仕事を見て、うん、あこの人がいいでしょうっておすすめして、うん、まあどうでしょう、うん、とりあえずもう2人目が必要なんですけど、このなんかメールに対して、うん、ちょっと返事してその一人目はもう、うん、あれですかってまあ聞いたらいいと思います。OK。もう言えるかどうかちょっとなんていうコンフィデンシャル、うん、秘密みたいなことだったら、うん、ちょっと言えないんです。で返事も、うん、あの来るかもしれないんですけど、とりあえずあちょっとわからないんですから、あのその一人目は誰ですかって聞いたらいいと思います。まあ一応ね、ちょっと僕じゃあホームワーク宿題としてその文章を次考えてきます。なんか僕知りたいのはこのメール返信来てないけど、日本に住んでて日本人のレコーディングアカデミーメンバーはいるのか。ああ、それも一応聞いてたんだけどね、はい、メールね。うん。で、まあ日本に住んでなかったもアメリカに住んでる日本人レコーディングアカデミーメンバーいるのか。そうですよね。それちょっと聞いてみたいですよね。こんだけ今平等って言ってて。そのアジアマーケット、チャイナとかコリアもすごく今大事なマーケットの中で、うん、あのいいで、あの If you have questions or need assistance with this process, please contact our membership department at membership@recordingacademy.com。 これ新しいメールがあるんですね。なんかこれからまた質問あればこのメールを使ってくださいって言ったので、この membership@recordingacademy.com というメールを使ったら、あのもうこういう詳しく情報をちょっとね、まあなんかもうこの日本人の質問とか、日本に住んでる日本人からも、アメリカに住んでる日本人からも、誰かねメンバー何人がいるかって、そしてその一人目は誰やろねえ、うん、よっしゃこれはよっしゃ。でもドライビングしたね。そうですね。でも全然入れると思います。すげえ、稲田さんは入れると思います。全然全然もう稲田さんはもう無理ですとか本当に無理だったらもうメールはもう来ないか、もうそれはちゃんと言うと思います。うん。でもそれじゃなくて、あの逆にもうおすすめは一人はもう来ました。うん、あと一人頑張ってる。うん。あと一人は、ね。そうですね。Yes。Yes。いいですね。いいでしょう。ああいいですね。来年、next year じゃなくて、そうか、その次か。ネクストイヤーの次はなんだ？ネクストネクストイヤー。The year after next。再来年。The year。The year after next。The year after next。2023。I have to go Grammy。ね。The Grammy Awards。いや。まずはウォッチ見に行かなあかんね。招待状もらってね、インビテーションもらって。そうですね。ね。最初はそうですね。で、その2 years ago、2年後に、いや、
ノミネーションされなかったね。In two years time. In two years time. OK。すごいモチベーション上がった。頑張るぞ。You have drive. You have drive.、Okay. Yeah, yeah, drive, drive. じゃあ、僕の宿題はメールを考えてきますので、また次回、女子に見ていただいて。はい。で、I found a Japanese Recording Academy member.、だから、ちょっとそれも、ホームワークします。Wonderful. Sounds good. Sounds good. Okay. Very good. Beautiful. いや、よかった。今日も前に進みましたね。そうですね。はい。そうですね。いや、いい番組になってきた。本当に。はい、もうバカバカしてます。これがもしレコーディング番組のメンバーに僕がなってとか、もしそのね、行くことができて YouTube とかに上がったら、このポッドキャストが後からどん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 人気になるかもしれないからね。できたらいいんですね。今は人気だけどね。これもうもっと人気になったら、もう本当にそのコメントがもう、この女子さん本当に日本語下手くそじゃないですかって、そういうコメントが。僕も英語も聞きたいって出てくる。一緒に。そう。いやでもいいじゃないですか。楽しんでやれてるので。Yes. はい。さあということで、今日はこんな感じにはなってますが、ちょっとだけインフォメーションします。ジョッシュどうですか、レコーディングの方は。そうですね、あともうちょっと今その初めてのシングルのリリースをちょっと、今準備中で、アーティストの名前も決めました、あ、そうか。ライラックティフ。そうですね。ライラックティフという。へぇ。という名前で、リリースしますね。へぇ。それまた、ネクストタイム、どういう意味かとか、また教えてください。はい。よろしくお願いします。お願いします。僕の方は、スーパーソニック、まあ、要はサマーソニックの違う、同じ、フェスティバルですが、大阪公演がなくなってキャンセルで。そうなんですね。Z とか見たかったんやけどね。スティーブ・アオキとか、キーゴとか。本当に、ね、今こんな状況で。もう言ってたんですね。もうコロナはもう落ち着いてきてるんですけど、でもやっぱりまだまだですね。そうですね。とはいえ、その年末に向けて他のイベントがすごく今、あるのでね。なので、忙しくは、すごい忙しいのは忙しいんで、なんとかね、乗り越えて、また僕がレコーディングアカデミーメンバーにふさわしい、インダストリーピアーとしてね、仕事しないといけないですね。そうですね。もう、頑張らないといけないですね。はい。あと、そうそう、僕もね、今月ぐらいには1曲できます。久々に曲作ったんで。おー、稲田さんが？うん。イェーイ。スーパーポップですけど。Yes. またそれ聞いたら、ジョッシュ、聞いてね、ぜひ。Yes, yes. ぜひぜひ、シェアしてください。はい。そんな感じで、また次回、レコーディングアカデミーのメールが進展するように、ちょっと頑張っていくので、ぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、毎回、ジョッシュありがとう。ありがとうございます。はい。ということで、See you next time! See you next time!Bye-bye. Bye-bye. See ya.
つだって今だって消えなくて戸惑って涙しても叶えたいいつか涙拭って見上げたら瞬いほどの光が差した。Everyday 朝に聞こえる小鳥たちのハミング Everyday 毎日がスペシャル描き始めるストーリー Everyday 過ぎゆく日々を悔やむことないように Everyday 生きるそれこそ一つの楽しむストーリー Yeah SLK コペのオプカで飛んで
生来るなくらせかけてガブリオーレイ真っ赤な本顔は隣にはブロン美人 BGM は BS で Go away オーレイドドルコドーテーションはハイ揺れる弱胸元に期待早く見たい君に触れたい日が暮れるまでに行くで知恵性の果てまでI know. 今だって明日
しわくちゃになるまで Walk this way 俺らならずっと楽しめるよ雨が降っても森は冷めないから風が吹いてもシャトーは消えないがいつも笑って Light this lighter 裸のままでラッラララ雨が降っても森は冷めない風が吹いてもシャトーは消えない涙拭って見上げたらまばゆいほどの光が差した